皆さんこんにちは。大分市の鉄砲乗車と申します、今日は日産セレナの板金塗装のご依頼が入りましたので、見積もりの依頼ですね、入りましたので、ご覧いただきます。左側のリアフェンダーのところ、要するにタイヤハウスの上のところが、擦り傷がございます。これの修理ですね。で、こう右側の方の、スライドドアというところがあるんですが、こちらの方も結構大きな擦り傷があって、カビが入っております。これを処理にして提出しようと考えております。